30秒で中心数から2進数への奇数変換。まずは整数の13を2進数に直してみましょう。13をどんどん2で割っていきます。13割る2は6であまり1、6割る2は3であまり0、3割る2は1であまり1、1割る2は0であまり1。割り算の答えが0になったら終了。あとはあまりだけ下から読めば、13が2進数になりました。次は小数の 0.625 を2進数にします。0.625 に2をどんどんかけていきます。0.625 かける2は 1.25、一番左は横に置いておいて、0.25 とみなします。0.25 かける2は 0.5、一番左は置いておいて、0.5 かける2は 1.0、小数点より右が0になったら終了。あとは無視してきた数を上から読めば、0.625が2進数になりました。ご視聴ありがとうございました。